time. Won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make my own. I'm never alone. I know that every day will always bring me something new. はい、ということで朝5時半です。バスが大好きな僕です。これから今まで行きまして、今日もう帰国便なんで空港に行くと。弾丸です。めちゃくちゃ弾丸ですよ。普通リマにいないといけないですよ。バスで立ち往生するかもしれないし、そんなリスクを抱え込んで、ね、これからバス乗ってなんでこんなに快適なんや。南米のバスはまたモニターがついとる。テーブル付きペロバスです。バス何回目でしょうか。何回本当に何回乗ったんですかね。もう慣れたな。ここから4時間リマまで行きます。なんか4時間だと近く感じますよね。もう近すぎるやん。何すかそのにらみ具合。なんだあれは。あれは機内食というやつだよね。機内食だけは反応いいですね。機内食来ました。機内販売でした。販売でした。くっそ、ただ飯食えるかと思ったらこれで70円ぐらいですね。どーん、空港着きました。ついに僕です。寂しいな。やる。アディオス。帰りはファーストクラスか。いやエコノミーですって。乗りたいね、ファーストクラス。ほいーてことで、ということでペルーを出国いたします。本当にお世話になりました。ペルーさん、ボリビアさんもお世話になりました。日本に戻ります。はい、出国手続きも終わりました。あとはもうね、飛行機に乗ると、そしてメキシコに乗り換えと、成田に朝6時に着くと。この1ヶ月ね、長かったね。長かったというかね、短かった気もするし、とにかくね、もうギュッとした感じ。もうめちゃくちゃ濃かったなと。濃すぎてね、何したかあんま覚えてないんですけど、カルパに行きましたね。バスの途中で土砂崩れがあってね、俺ね、人生で一番バスに乗ったわ。28時間というチッピポ族のね、村に行きまして、プエルトフィルメーサかな。やっぱりここでね、ウィト塗ったっていうのがね、今回の旅の一番のメインかなと。ナス D のテレビで撮った人たちにも出会えて、アマゾンの水も飲んだし、バカみたいに飲んでましたよ。まあ普通はできないようなね、経験をすごいさせてもらえた感じもするし、人の温かみをね、ものすごい感じたなと。ヘンリー号にね、乗りましたね。座礁2回したし、ヘンリー号でね、仲良くなった子供たちとかね、中におった人たちの雰囲気とか、めちゃくちゃ良かったなと。楽しかったし、まあ結局6泊ぐらいしたんかな。今思い返すとすっごい短かったな。それぐらい充実しとったんじゃないかな。徐々にね、人が少なくなっていったのがすげえ寂しかった思い出が。あとはまあ、蚊に死ぬほど刺されたまあアマゾンがダイブして一気にちょっと方向変えてボリビアの方に。バスがこれまた寒かった。標高もめちゃくちゃ高いんで、階段登るだけでめっちゃ疲れるんですよね。本当に生活環境が変わった感じになって、そこからワイナポ都市 6000m の山登ったりとか、毎年死者が出る世界一過酷な道のデスロードに行ったりとか、ドロボイチ行ったりとか、オバプロ見たりとか、いろいろした感じはするね。連続で毎日なんかいろんなアクティビティしとったんで、ちょっと頭おかしくなりそうなぐらい目まぐるしかったんですけど。いや、おかしくなってましたよ。おかしくなっとった。そこからもうね、ウエニに行って、ウエニ沿岸はほんとね、ゆっくり見れたんで、寒かったけど、しかも寒気でね、ちょっとイメージ通りの鏡張りにはならなかったけど、まあよかった。ちょうどね、昨日、てか今日か、ワカチナ行って、オアシス見れて、もうあそこはね、ほんとにめちゃくちゃ綺麗やったんで、生でね、見てもらって、ね、写真を見ていきたいなと思ったところに、初めてじゃないけど、まあ行けた数少ない街やったんで、俺らの動画見てね、行きたいなと思ったら、ぜひ見てほしいなと。すごいおすすめです。もうなんかね、季節感もね、もうバラバラすぎて、到着した時は秋みたいな。そこからプカルパ、エキトスはもう夏。そこからもうラパス行ったらもう秋というか、もう冬に近い。ワイナポトシ行ったらもう本当に真冬っていうか、もう日本の北海道でもちろん寒いぐらいな感じだったんで、ワカチナに戻ったらもう夏。ちょっとね、季節も気温もちょっとおかしくなりすぎて、本当にね、頭おかしくなりそうやったなと。1ヶ月間でね、こんなにこう面白いものを濃縮して旅を続けれるっていうのもなかなかね、ない経験。1ヶ月の旅の中で一番濃かったかなぐらい楽しめた。いろんな文化とかいろんな人とかに触れられたなという旅でございました。ちょ、まあ、行きますよ、ふざけてないで。日本か、日本か、ハポンか。
なんでそこだけスペイン語なんですか。結局スペイン語勉強してないじゃないですか。3回ぐらい開きました。費用対効果で言うとね、本を開いた時間全部で言ってもね、1分半ぐらい。買うもんじゃないね、やっぱり。私今まで生のね、人と交流をしてきた人間として言いたいのに、言葉なんかも伝わるわけよ。笑顔が生まれるし、いろいろ交流ができる。はい、メキシコを到着して、これから成田便に乗ります。だいぶね、疲労が溜まっております。しかもね、ペルーからここまで6時間かかったんですけど、ここから成田までなんと15時間もかかるんです。もうヒーって感じですけどね。ただね、もう日本の成田に着いたらコンビニもあるわ、吉野家もあるわ、もう何でも何でも何でもできるんで、こんな疲労なんてむしろ嬉しいぐらい。はい、ということで日本に帰ってきました。ただいま。おかえりなさい。楽しかった？楽しかったよ。ほんと久しぶりやな。久しぶりやな。ええ旅やったな。ええ旅やった。いろんなことを体験しましたんでね、もう動画で多分もう全部上がってると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。まあ楽しむだけじゃなくてね、いろんなものを買ってきたんで、視聴者プレゼントさせていただきたいと思います。俺にはない。ワンペイにはございません。視聴者プレゼントご紹介します。じゃーん。ということで、たくさん買ってきました。たくさん買ってきたよ。動画の中でもいくつか言ったんですけど、シピポ族のところに行ってきまして、いろいろドル染めのものを買ってきました。こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか、これとかもうまだお母さんが手作り途中のやつとか、ちょっとね味のあるものたくさん買ってきたんで、これをまたツイッターにあげまして、商品1品ずつ写真を載せたいと思います。で、前と一緒で僕のツイッターフォローと、そのツイートさせていただいたものをリツイート、事実までにやってくださいという内容を書かせていただきますんで、それ見てリツイートしてください、フォローもしてください。なんか全然フォロワー伸びないんで、ぜひお願いします。俺もやっていいそれ。応募してください。ただまた無作為に選びますんで、ね、今回は 1,2,3,4,5,6 個あるんで、前よりも倍の数になってます。なんでぜひフォロー&リツイートよろしくお願いします。チャンネル登録ー。